にちは。こんにちは。向いてほしい人は手を挙げてください。ちょっと台北暑いですね。ちょっと汗が止まらないので全く僕トイレに行かずに全部多分ここからおしっこが出てるぐらい暑いなと思ってます。今日はAKB が来るらしいんですけど僕の方にですね取材に来てくれてありがとうございます。先週我々 E3 ではですねソニーのカンファレンスでまずビータ版の、ストリートファイタークロス鉄拳の発表をさせてもらいました。ぜひですね、来年の台北ゲームショーでは僕が鉄拳ファンに卵を投げつけられないように皆さんの力でですね、あ、カプコンでもちゃんと鉄拳ができてるねっていうことを書いてください。じゃあ、まずですね E3 でどういう、内容を話をしたのかっていうのを今日ちょっとスライド持ってきたので、お話しさせてもらいます。でまたこの写真もですね、随時撮っていって構いませんので、参考に写真も収めてください。まずもう皆さんにですね紹介している通り、今回、完全にですねこの16年7年のですね歴史を持つ鉄拳と、来年25周年を迎えるこのストリートファイターがですね同じステージの上で戦います。25周年というとですねもしかしたら皆さんの中では生まれたばっかりの人もいるかもしれないですけど本当それぐらい長い歴史を持った IP がですね、他社との IP とクロスするっていう特にその同じジャンルの鉄拳とクロスするっていうのはですね非常にこの格闘ゲームにとっては記念すべきかつ、記憶に残るものになるんじゃないかなと思ってます。今回ですねまずゲームの中身なんですけどもまず皆さんすごく気になると思うのが鉄拳をどうやってこのストリートファイターの中で動かすのかっていうのが気になると思います。でストリートファイターはですね8方向の矢印に6つのボタンで操作するのが基本です。で鉄拳はそれに対してですね6つではなくて4つのボタンで操作するんですね。で今回我々はそのまず鉄拳のファンの皆さんに気軽にこのストリートファイターの庭っていうかですねグラウンドに入ってきてもらいたいと思いまして4つのボタンでも今まで覚えてきたコンボは再現できるようなコンボのですね再現をできるようなシステムを今回取り組んでいます。これは決して4つボタンモードとか6つボタンモードってモードが分かれてるわけじゃなくて1つの操作の中でですね4つしか使わなくてもプレイが可能で6つ目のボタンを使ってしまってもですね鉄拳はよりもっと広い遊びができるっていうこの切れてないですねもう本当につながったリニアな中での遊びができるように今回はチューニングしていってます。なのでぜひ鉄拳プレイヤー鉄拳ファンの皆さんですね一度このプレイヤブルを触る機会があったらですねまず自分が覚えた4つボタンでのコンボをですねちょっと入れてみてください。きっとカズヤがですね皆さんが慣れ親しんだ時のようなコンビネーションの動きをすると思います。今回はもう皆さんですね、先月、お伝えした通りこの10キャラクターがまず参加することはすでに表明した通りです。でそれに加えてですね今回 E3 ではこの4キャラクターの発表させていただきました。さらに、E3 のカンファレンスではですね、もう台湾で発売になったかな、はい、なりましたか、先日発売になったですねこのインファマスからですね主人公のコールが、今回プレイステーション3版そしてプレイステーションビータ版にですね参戦します。ちょっとゲームの中身の話をしましょう。操作系に関しては先ほど鉄拳の話は少ししたと思いますけど4つボタンでもできますよって話をしたと思います。ただ鉄拳の遊びの面白さとしてはですね、相手を浮かしてからどんどんコンボを打ち込むこの浮かせるっていう行為がですね非常に鉄拳のまず、スタートアップ最初のファーストアタックに対して非常に大事な動作になります。今回ストリートファイタークロス鉄拳ではですねこの強ボタンの2つを押すことによって同時に押すことによって、ランチアタックというですね相手を浮かせるっていう技を取り込みました。このストリートファイタークロス鉄拳はタック制っていうルールを引いてるんですけどもランチアタックをやった後にですね、自分のパートナーに素早く交換してこのパートナーはですね硬直時間なしにどんどんコンボを相手で決めていくってことができます。このランチアタックを使っていただくだけでもですねまず鉄拳ファンの皆さんには、コンビネーションプレイ、まあ、コンボのですね叩き込む爽快感であったりとか鉄拳にある、この前に攻めていくポジティブに攻めていく中での戦略性っていうのを非常に感じてもらえるのではないかなと思ってます。でもう一つがですね、キャンセルチェンジというシステムです。このキャンセルっていうのはですね非常にストリートファイターファンの皆さんには馴染みのあると思うんですけども大パンチを入れた後にですね昇竜拳コマンドを入れて昇竜拳をキャンセル出すとかこのキャンセルというイメージと一緒でいいです。何かをですね攻撃した時に相手に防御されたもしくは決まったって時に最後までモーションを再生することなく次のキャラクターにチェンジをしてまたコンボを始めていくっていう技を取り込めたのがこのキャンセル、
チェンジキャンセルかな、こっちの途中でキャンセルチェンジっていう技になります。まあ、この中 の, あのライターの皆さんの中でですね、スーパーストリートファイターを、まあ、スーパーじゃないですね、普通のストリートファイター4のシリーズをですねやられている方がいればですね、セービングキャンセルっていう技が、あったかと思います。あれもですね、一つの技を出した後にセービングという、接着剤のようなものを出して、で次の技に、スムーズにつなげていくっていう技があったと思うんですが、今回のこのキャンセルチェンジもですね、それと全く同じような使い方ができると思ってください。それが一人ではなくって二人でそういう連続技をやっていくっていうのがこのキャンセルチェンジでっていうふうにイメージしていただければ皆さん想像ができると思います。ちょっとゲームライターじゃない方はもうちんぷんかんぷんだなっていう空気感が今ひしひしとしてるので、ちょっと次の話をしたいと思います。そんな皆さんもですね、この ストリートファイタークロス鉄拳はできるんですっていうこのシステムが、このクロスラッシュというシステムです。難しいですね、キャンセルだったりとか、叩き込みだったりとか、そういうことを一切考えることなくですね、弱パンチから強パンチまでリズムよく押していってください。このリズムよく押していってくることによってですね、龍とかカズヤ、ニーナ、ケンがですね、自然と皆さんの想像通りの連続コンボ技をどんどん繰り出してくれます。どれほど簡単なのっていうのはですね、あと僕はちょっと少しだけデモンストレーションプレイをしようと思ってるんですけども、本当にですね、ゲームに卓越してない方がやってもですね、非常に簡単にかつスムーズにこのクロスラッシュっていう技は出ていきます。で、クロートの方もですね、この技を覚えることによって他のキャラクターを、まあ、自分のマイキャラじゃないものもですね、まずこのクロスラッシュから始めていくと、そのキャラの癖が分かったりとかするので、まず皆さん初心者の方も上級者の方もこのクロスラッシュから覚えていただければなと思ってます。